築200年廃墟になってしまった祖母の家、荒れ果てた庭にゴミだらけの家、この家の歴史を守るため3人の孫が立ち上がった。廃墟を古民家宿へ。ついに廃墟へ階段ができ始めました。このね、太い材はサンダで磨いた材ですね。こちら動画になってると思うんですけど、そちらをこう加工していただいてね、こう階段ができ始めてます。今ね、これは仮で足場板を置いている状態なんですけど、もう歩くことができます。すごい。ここのね、板は以前ね、ここから伐採した、製材していただいた板を加工して、ここの階段の足場の板として使われます。とても楽しみです。お疲れ様です。今日は壁の断熱材を入れていきます。現在、兄といとこは外で別の作業をしているため、壁の断熱材入れは弟一人でやっていきます。最初は2人でやっていても時間がかかっていた断熱材入れですが、今となっては1人でも作業をスムーズに行えるようになりました。以前にもお話ししたんですけれども、こちらの寿司貝が入っていない細かい部分はボーナスステージです。はい、寿司貝の、ね、間に断熱材を通す必要がないので、細かいんですが、早く詰めていくことができます。下側も同じようにバンバン詰めていきます。あっちゃー、ちょっと長かった。ですが短いよりは長すぎる方がまだ調整が効くので、OK です。その都度少しだけちぎりながら調整して詰めていきます。はい、ボーナスゾーンが終わった後は再び長いゾーンです。しかしここも2列だけなので比較的早く終わりそうです。一部屋分断熱材を詰めることができたので、忘れないうちにタッカーで留めていきます。タッカーで留める作業は本当にもう慣れたものですね。最初のうちはタッカーの打ちすぎで指が痛くなってしまったと泣いていた弟ですが、今はもうそんなことも起こりません。
はい、ここで、別の作業を終えた私いとこが参戦です。って言ってもね、もう僕が来るまでの間に弟がほとんどやってくれていたので、ほとんど僕のやることはもう残っていなかったんですけれども、まあ、微力ながらね伝えるところを手伝っていきます。監督、家の外に監督がやってきました。最近また現れるようになったね、監督。こっちを見とる。監督、固まった。はい、というわけであっという間に夕方になってしまいましたが、無事お願いされていた面まで断熱材を詰めることができました。続いては前回途中で終わってしまいましたが、また断熱材が無事届いたということで、前回の続きをやっていきます。まずは断熱材を上へ運んでいきます。前回僕が持ち上げる側だったんですけれども、今回は上で受け取る側に回りました。下は下で持ち上げるのが大変だったのですが、上で受け取る方も結局重さは変わらないので重くてとても大変でした。はい、今日はこっち側は二重で貼れているので、ここのね隙間を端材で埋めるのと、こっち側をもう一重横にやって、こっちと同様木でね、断熱材が落ちてこないように支えると。それでは作業スタートです。足元に気をつけながら断熱材を詰めていきましょう。前回の続きからということで、まずは梁の隙間に断熱材を詰めていきます。こういった隙間も丁寧に詰めることで断熱性能がより上がって暖かい家になります。前回反対側の天井をやっていた時は2階の床板に脚立を置いてやっていたのですが、ここはそれよりも足場が高いため脚立を使わなくても届きます。なのでその分かなり作業を早く進めることができます。隙間を詰め終わったら今度は2重目の断熱材を入れていきます。こちらも前回同様てっぺん側から入れていくのではなく、下から上へ向かって断熱材を詰めていきます。やっぱり2人で張っていくととても作業が早いですね。先ほどは端材を最初に使って詰めていたのですが、今回はロールのまま入れていくので、片方がロールを押さえて、もう片方がタッカーで打ち付けるというやり方でやっていきます。ここは梁があるので隙間に通さなくてはいけない分、入れるのがちょっと大変です。
張りのおかげで。さあバン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 打ち付けていきましょう。気づけば2重目の断熱材も残り2列ほどで終わります。あっという間ですね。はい、ではラストの隙間を詰めていきます。下から上へ向かって断熱材を詰めていったのはこれが理由ですね。残る隙間がてっぺんにできてくれることで、最後の隙間詰めがかなりやりやすくなります。無事2重目の断熱材もきれいに詰めることができました。天井部分の断熱材が詰め終わったということで、次は支え棒を入れていきます。支え棒はかなりの量必要なので、一度にたくさん角材を上へ運んでおきます。これだけ持っていけば足りるかな。足場から2階の床へ移動させていきます。ここもね、2人いればよいしょよいしょとどんどん運んでいけたんですけど、また僕はね別の作業の方をしていたので、弟一人での作業となっています。ごめんね弟、頑張れ。細胞を作っていくにあたって、まずはメジャーで縦の長さを測っていきます。長さに合わせてひたすらカット。最初の1本目の支え棒を基準の長さとするため、一度切った後に試し入れをしてみます。
これを試さずに入れていった場合に、仮にずれていた場合、せっかく切ったもの全てがずれてしまうので、ここはしっかりと、一手間ですがしっかりと確認をします。断熱材入れと同じ要領ですね。ビスを打って支え棒を固定していきます。前回の位置では針の上に隙間があって、そこにうまく差し込めたのでビスは打たなかったのですが、今回やる場所は針の上にこの棒を入れる隙間がないので、ビスを使って打っていくわけですね。こちらの列の突っ張り棒入れが無事完了しました。次の列の支え棒を切っていきます。こちらも1本切った後に一度長さを確認していますので、ご安心ください。はい、無事必要分カット完了です。これを足場へ持っていってひたすら入れていきます。ここでさらっといとこが戻ってきています。さらっ、戻ってきたと思ったら撮影かーいってなりますが、ご安心ください。2人で話し合いながら、ここの部分は取っててほしい、そこ取れたら2人でやっていこうなど、2人で話し合いながらやっておりますので、ご安心ください。測っては切っては入れる、このひたすら流れ作業です。大工仕事ではあるのですが、今だけ少し工場作業気分です。どんどん支え棒を入れていきましょう。ここは足場がないところなので気をつけて作業をします。じゃあ足場がないのにどうやって入れているのと思いますが、ここは今針の上に乗っていますね。この足元にちょうど2本針があるので、うまく右足左足と乗っけて、バランスを取りながら入れています。いいね。お昼の時間になりますね。お昼休憩が終わり、午後の作業を開始。
あれだけ用意した角材ですが、全部使い切ってしまったので補充です。本当に量が必要ですね。長い棒なので移動させる際に周りに当たらないように気をつけて運んでいきます。お昼前の段階で9割くらい支え棒を入れ終わっているので、残りはこのくらいの量で足りそうです。はい、無事、残り必要分の支え棒のカットが終わりました。あとはひたすら入れていくだけ。はい、今日でかなり済みました。断熱材を止めておく突っ張り棒も入れれました。東側からこう来てね、北側を入れて、今回南側の中央二重で入りました。残すは、西側のみです。いや本当にね疲れましたけど、無事にびっしり断熱材を詰めることができました。それでは本日の作業は以上となります。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。